2000X 年、科学の進歩によって人々は工業用の人型ロボットを生み出した。家庭用のお手伝いロボットロックも、ロボット工学第一人者であるライト博士の研究所で平和に暮らしていた。ところが、ある日。わしの名はワイリー、天才科学者ワイリー博士だ。突然だが諸君、わしは世界を征服することにした。そこでだ、まず手始めに、ライト、貴様のロボットたちをいただく。というわけでおとなしく。なんだ貴様か。お手伝いロボット、何の能力も持たん、ただのポンコツではないか。博士たちが狙われているわ。ロック、研究所へ急ぎましょう。なんということじゃ。わしのロボットたちを使って世界征服などと。博士、僕を戦闘用に改造してください。ロック、何を言い出すんじゃ。お願いします、みんなを助けたいんです。けど今のままじゃ。ロック、わかった、いいじゃろう。そんなこともあろうかと用意はしてあるのじゃ。ロールや、手伝っておくれ。ロックバスターと、相手の能力を奪って使うことができるのがお前の能力じゃ。では博士、行ってきます。ロック、いや、ロックマン。お前は今この時よりロックマンじゃ。行くぞ。わしのロボットたちを
お前の仲間たちを止めてやってくれ。世界の人類の平和のためじゃ。頼んだぞ。